はい皆さんこんにちは。えー、弁理士試験、えー、仕事として捉え直す最終合格というところのまあ、ガイダンスですよね。えー、弁理士試験のね勉強始めにあたってのね、えー、というところで私エ、えー、レクセニ講師の弁理士のババアが、えー、担当させていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。 ということでまあこんにちは。ねじめましてということになるかと思います。まあじめましてじゃない方もねあのいらっしゃると非常にね悲しい話なんですけれども、ただまあほとんどの方々もはめましてでね、えー、じゃないかなと思いますね。で、まあ、このガイダンスまあ、えー、とスマートコースですね、スマート攻略コースというですね通信専用のコースのガイダンスになっています。で、2つですね、ガイダンスの。一つ目はですね、便利試験、まあ、仕事として捉え直す最終合格。まあ、これ一体どういうことかというと、まあこれから便利 ベンティッシュ試験の勉強を始めるにあたってね、うん、どういう心構えでやっていった方がいいのかっていうところで、まあえー、正直なところを言えば、まあ、スマート攻略コースですね、まあ、通信のコースと関係なくね、まあ、見ていただきたいなと、まあ、要するにこれからベン士試験を目指すよっていう方皆さんに、まあ、あの見ていただきたいなっていうものになりますでもう一個の方ですねでもう一個の方は、えー、通信専用コースなら隙間1時間を効率化しようというガイダンスこちらの方はじゃあ,あの私の担当しているこのスマート攻略コースというものは一体どんなものなのかというところですねでそれを使って どうやって合格していけばいいのかという話を、まあ、もう一個の方のガイダンスでさせていただきたいなと思っています。はい、えー、というところでね、えーまあ、30分ずつぐらいになね、まあ、あのガイダンスっ言ったら30分ぐらいになりますけれども、まあ、よろしくお願いしますと。 いうところで,す、ねはい、でまあここ見て分かるようにこれ通信専用の概要実は講座なんですねこれまあこれね大きいでしょこれねこの外でいい景色ですよねまあ時々あそこの辺をね、まあ、飛行機が飛んだりこうする時があるんですけれどもでそんなことは実際ないですけどねうんまあこんな形で実はこのまあまあスタジオでやっているわけですねだから何ですかね通常まあ通信まあ,あ後で言いますけどね、まあ、あの講座というのはまあ2種類あるんですけれども私の講座はまあこういう感じで、えー、もう 通信の皆さんの、ね、ためにやると。 いいう形になっていますそのために、えー、実は、まあ、いろいろ考えてですね、あのコースが他のコースとはかなり違う構成にしてるんですよね。で、まあちょっとごめんなさい、コースの話は、えー、次回ね、もう一個のガイダンスでちょっと話をしたいと思いますので、今日は便利知識をね、皆さんが、まあ、合格するためにね、えー、どんなことを目指せばいいのか、どんなことをやればいいのかっていう話をね、ちょっとしていきたいと思います。で、最初にですね、最初にちょっと申し訳ないんですけれども、私の自己紹介を本当に簡単にだけ。で、例年ね、これガイダンスのこところで割と時間をかけて話してしまうと、これだけで時間がなくなってしまうので、 まあ今日はちょっともうあっさりね、えー、させていただきたいと思います。で、えー、実際まあ講座の中でね、うん、講座の中で、えー、最初の方でちょっとまあもうちょっと、えー、長く話したいなと思うんですけれども、まあ簡単に言うとですね、まあ、ここまでちょっと言ってしまいますけれども、もともと何やってたかっていうとですね、これもちょっと変わった経歴でして、私もともとはですね、これ弁理士になる前って、まあ通常はね、技術者の方とかが多いんですけれども、私はあの教育産業にいたんですね、あの学習塾。 でえずっとやってましてで、まあ、主に、まあ、中学受験から高校受験でちょっとねこれかっこつけて書いてるんですけどすいませんあのメインは中学受験ですねあの,中学受験の算数っていうところで、まあ、本当になんですかねこう、まあ、最難関の学校から基本的な学校までいろんなお子さんがいらっしゃって、まあ、小学校5年生6年生に対するです、ねまあ、受験指導っていうのを、まあ、ずっとやってたんですよね。 でまあそれが終わった後ですね、実はまあいろいろありまして、これまた講座の中で話をね、最初、ガイダンスの時にさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、便利士を目指したんですよ、途中からね、もともとコンピューターがずっとちょっと好きだったので、まあ、便利士を目指したというところですね、だからまあ、えー、その時にですね、ただちょっと学習期忙しかったんで、まあ,あの辞めてですね、あの便利士を目指したんですけれども、仕事しないわけいかないというところで、その間、何やってたかっていうと、便利士になる直前は今度はですね、レッカでその時も実は講師やってたんですよ、今みたいに。 ただ何を教えてたかと,いうと、その時は、えー、情報処理試験ですね、まあ、今でいうところの、えー、なんですか IT パスポート IT パスポートはちょやってなかったんだな、ね、基本情報か基本情報と応用情報というところをちょっと教えてたということになりますねなので実はあのまあ本当にこれめったにいないパターンでもともと講師業なんですね、うん、だから便利者受かったからちょっと教えますよじゃなくてもともと実は教える方が生りなんですよ。 ずっとで今やってきておりましてで、まあ、その後にまに、あ、受かった後ですねで受かった後で一回ちょっとねあの講師は辞めるんですよね、まあ、辞めるというかちょっとお休みさせていただいてなぜかってやっぱり実務をやらなきゃいかんというところでで普段実はずっと事務所でしむことをしてますこれは、うんまあ、平日の昼間に関しては特許事務所の方で、まあ、さっき言ったようにコンピューターが好きだって話もありましたんで、まあ、あの IT 系ですねソフトウェア関連の特許ですとか、まあ、それ以外もまああの構造とかもやってるんですけど、まあ、メインっていうか専門ソフトの特許ですね 実、うん、実際ずっっと実務やってます、あのー、これは今日もまあ一件ね出願してきましたけども今日は一件出願と文化出願ちょっとやってきましたけれどもまあ実際いろんなあのことはやってますねっていうところでまあそういった意味でのまあ実務的なバックボーンっていうのはあの受験でね必ずしも必須じゃないんですよ皆さんやっぱりねそういう時々不安に思うんですけどいらないですよ受験勉強に。だからただまあ面白いねなんかお話を聞いててもただやっぱ勉強だけでさこうガーッてなっちゃうから。 うん、ちょっとやっぱりそうね実務ではこんなことやるよとかこんな仕事ありゃこんな審査官いるんだよっていうそういうことを話すことによって皆さんに興味を持ってほしいモチベーションを維持してほしいというふうに思ってますね私はね。はい、でちょ,ちょっとまあ,あの時間がないのでもうこれだけにしますけれどももうこれでもだいぶね時間経っちゃったんですけれどもちなみに受験期間は2年間ですね、うん、まあ運みたいなもんでしたけどね、うん、そんなに優秀ではないですねで私自身はあの優秀ではないことが武器です。うん、あの人間ってね欠点があればそれをカバーするもんなんですよ。私はあの覚えること嫌いなんですね うん、記憶がすごい苦手で、まあ、嫌いって言うと格かっこいいんですけれどもかっこいいというかあの言い訳なんですけどできないんですよ本当にあに記憶力があまり良くなくてですねなので逆に言えばだから記憶力自分がやっぱり覚えられないからこそ覚えられるような内容ですかねって、うん、いうところを意識して、まあ、やっていっていると、うん、要するにまあ覚えるっていう形式じゃない、ね、理解から問題を解くっていう形でやっていっています。はい、でちょっと話ね先進めたいと思うんですけれども、まあ、皆さんこれから便利知識の勉強をまあ始めてみようと思っているんだと思います。 で気をつけていただきたいのはこれ便利子の試験の勉強なんですけれども今までの実は受験勉勉強強や学校のとととは違ううんんだといいことをししっかり押さえてほしいんです,、ね、すなわちか例えば考えることとか覚えましょうとか、ね、試験ではちゃんと理解して100点目指しましょうこんなことを今まで例えば私がやってた中学受験もそうでしたし高校受験大学受験必ずこう言われてたと思います。 小学校中学校高校で皆さんどうしてもねちょっと学生時代から離れましてよし便利知識を目指そうと今思った時じゃあ勉強の仕方の記憶っていつかと言ったら学生時代なんだよねだから学生時代の勉強法が頭の中に思い出されてであのこれ残念残念と言われると言われるあれですけれども便利受験生って皆さん優秀なんです。 私の持論であの皆さんやっぱりよくできますね、うん、でよくできるんですけれどもよくできるがゆえに当時の成功体験に引きずられちゃうんですね。だからこのいわゆるこの3点というところが結構厄介にね、にの頭の中を邪魔してしまうというところがありまして、うん、でそこをやっぱりね、えっと、まず改善していかなきゃいけない要するに便利知識っというのは勉強ではないんですよ、まあ、簡単に言ってしまうともうあの言い切ってしまえばねいやまあ勉強は勉強なんだけどもちょっと言い切るとこれ勉強じゃない。 仕事なんです。実は。皆さんの中の人生のね、便利試験合格っていうプロジェクトなんですよ。このプロジェクトの一環になってくるんです。だからプロジェクトってことはどういうことをやるかって言ったら、まずは納期があるわけですよ。いつ納期ですか来年、2018年の5月に担当試験が来ます。そこがまず初めての納期っていうことになるわけですね。だから、その納期からどんどん逆算をしていかなきゃいけない。 例えばまあちょっとねざっくりしかちょっと今日言えないんですけれどもまあさっき言ったように5月に担当試験がありますで7月に論文試験があったりするんですけれどもここに合合格にに標準ををわせてて逆算をしいいいかなななきゃいけないってことこります例えばここね担当と論文試験っていうのは便利試験がありますよねまあそこはちょっと今日はもう割愛してしまいますけれどもここも、ね、私の考え方なんかはこれね同じ勉強で,できるんでです、うん、担当論文で分けることはないです。 担当試験までに基本的な考え方を取得済みであれば、これ担当から論文1ヶ月ちょっとあるんですけれども、一気に合格レベル上がりますから。うん、大丈夫。それで。だからそんな形で進めていただきたい。ただ、やっぱ担当試験を受かるということが非常に重要なので、便利試験はね。ここに標準を合わせるっていうのが、まず一つはあるということになります。で、実際はそれで逆算でこう考えていくわけなんですけれども、じゃあ勉強と仕事ってどう違うのってこと、考え方。 そこをね、今日のガイダンスではお伝えしたいと思ってるんですね。はい。で、まずこんなことをちょっと想定しましょう。勉強の場合ですね。期限日があります。まあ今やってるのは試験、まあ皆さんで言えば試験日ですね。期限日。で、こんな場合のちょっと事例を考えてみてください。この人宿題やってます。課題やってます。レポートやってます。で、先生に相談に行くわけですね。期限日、例えば7月、8月31日の夏休みです終わりました。9月1日に宿題さなきゃ出さなきゃいけないと。で、この人でも一生懸命勉強したの。で、勉強して何、何が起きたかっていう、何が起きたかっていうどうしたかっていうと、 あともうちょっとで完成すると。ね、ほぼできたの。8割。でもね、図書館で調べると、実はね、ね、とその人図書館休みだったわけだ。よくある、ね、よくある話ですよね。人間行きたい時だとやってないっていう。で、図書館休みなわけよ。休みだから、ね、あとここしっかりね、図書館で本調べて、書いたら、めちゃめちゃいいのができると。 いうわわけけよ、ね、思ったわけで先生に相談するわけよ「これどうしましょう」と「ね明日期限なんだけどちょっと調べてここで提出すればすごい良くなるんですよ」いや今出してもいいんだけれどもねあとここだけなんですよ図書館で調べていいですか」先生何て言うでしょう、うん、大体はこうですよね「じゃあ追加してきてね分かった分かったもう終わってんだね」あ「あじゃあ大丈夫だじゃあ追加していいものをね出してね」と「うん、あ,あこれでいいじゃないの」ってね多分認めてくれる先生多いんじゃないですかね。うん、でこれがまさに勉強のお話なんですけどこれ仕事に置き換えたらどうでしょう ね、仕事期限日、まあ、いわゆる納期があります納期に対してこの人このように言いました、ね、システムはほぼ完成してますけど、ね、今もうちょっとこれ最終的に、ね、改良してるんだともう水曜日にねいいのができると、ね、月曜日納品の予定だったけど、ね、月曜日稼働のシステムがいや月曜日じゃなくてこれもうね月かこれやったらもう水曜日いいのできますからって言ったらこれどうでしょうね納品すぎたら。これもう困りますよねお客さん。 月曜日にシステムを稼働すると言ってるのに水曜日に納品しますこれって意味ないんですよ仕事の場合はまあ、意味の場合によりますけどねうん。まあ、我々中間もそうですよ月曜期限だと言ってるものに対して月曜出さないでね。いやいやいい意見書になりましたいい補正はもっと思いつきましたと水曜日だったらいいですよこれ意味ないですよそうでしょまあ、今はねちょっと法律上ちょっと伸ばせる規定はあるんですけれどもただやっぱり期限日というのは守らないといけない仕事は何でもそうですやっぱり納期というのがあるから でこれが勉強と実は仕事の大きな違いです。まずは納期があるんだということですね。で皆さんも勉強で言えば来年の担当試験5月大体5月第3週になるんですけども担当試験5月の第3週を超えてね6月に俺担当の試験に知識完璧だよって言ってもこれは意味がない。この場合本当に意味がないですね。だから来年の5月に受かんなきゃ意味ないですもん。どんなんでできるようになったのがね6月ですって言ったらもうその年担当終わっちゃってるから。 でこのの納期といいうのがすすごい大事なな考え方になりますね、はい、それからもう一個勉強の場合ちょっと違うパターン考えましょう例えばこんなこと言ってますこの生徒さんね。昨日家に帰ってずっと調べたんだといろいろ考えたけど分からなくてあんまりできなかったとでも家に帰ってずっと勉強したと、ね、ノートもいっぱい調べた後はあるとで先生どういうでしょうね、うん、おそうかといいねとか会しっかり考えたんだとあ一生懸命考えたんだから次につながっていいんじゃないっていうふうに多分評価してくれるんじゃないでしょうかね勉強の場合はね。 ところがこれ仕事に置き換えたらどうでしょうねこの人ちょっとまあ気楽な感じですけどねさっきからね、うん。まあソフトねこれ開発するっていうことでやったんですけれどもまあいろいろと時間かけてしだいましたと僕すごい頑張ったんですよ努力したんですよ毎日徹夜でしたと。毎日徹夜で倒れちゃうか。ねでもまあそんな頑張ったんだと。ねで8割は動きますよと。まだちょっとこのボタンを押したらエラーですけどまあまあ8割選ぶ俺私頑張りましたからって言ってこのお客さん評価してくれますかねだって2割動かないって言んでしょこれ。ねえ 例えば会計システムで会計登録できるけど伝票出てこないんですよそれ困りますよね <laughs> 皆さんだってそんなソフトあってもねこれ困るでしょ、うん、でこれがまさに何かと言ったらここねいろいろと時間かけて調べましたよっていうところが実は仕事では関係ないんですね まあ、これ言い切ってますよ。まあ、本当に関係ないかどうか、ちょっと別としてね。あの、そう、ちょっとまた話別なんですけれども。ただ、あの、言ってしまえば、まあ、これ、まあ、皆さんね。免治試験生のね、受験生っていいことがね、あともらあってね。何かというと、皆さん社会人ですよ。だからね、分かんのこういう話。これ学生さんだと、やっぱね、わ、あの、伝わりにくいんですよ。まあ、まあ、学生でもね、皆さん、あの、見てる方いらっしゃると思うので。分かるよ、とかって方いらっしゃるかもしれないですけど、やっぱり、ね、あの、やっぱ三十代、四十代、五十代、六十代ね。じゃ、人生経験を経てると、いろいろ分かってますから。あ、確かにそうだよねと。と だから実は仕事とと勉強ってここううういうところが違うんですねそれからもう一個見ましょうもう一個のパターンはいこの人ね例えばある課題がありましたと自分は Y の考え方だと思いますと、ね、例えば X って考え方を誰かが言った時にいや X の考え方よりかは、ね、自分として、まあ、いいように思えるからですみたいな感じでねうん。 まあ自分としても思えるからとかっていうの、まあ、自分としてはいいと思ってるからっていうところですかねだからまあこの人は、X、よりか僕は Y なんだとこうこうこういう理由なんだよっていうことを言ってるんですね。でそれに対してはいここですね勉強の場合先生なんていうか「ああ確かにいいよね」自分で考える「うんこれ太郎くんね、えー、非常にいいですよ」と、まあ、勝手に太郎君って名前になってますけども <laughs> 太郎君の意見は独自の意見でいいですよと <laughs> 確かに他の人は思いつかなかった「うんああ素晴らしい意見じゃないか」と「<laughs> いいねいいね」ってきっと褒めてくれますよ。ねえ。 だだっってそれしっかり考えたんだもんもところがこれ仕事ならどうでしょうっていうことですね今度、うん、仕事ならはいこの人「X を実装してほしい」ってねあの言われたんですけれども私は Y の方がいいと思いましたので Y という機能で実装しましたとねいや X なんて画面よくないですから私は Y これはもうしっかり考えた結果 Y なんですって言ったらさ、まあ、困るわけだよねだって X って機能で発注するってこと例えば会社の役員会で承認も得てその機能ができると言ってるのに 今更 Y がいいからと言って変更されてもこれは困るわけですよいいか悪いかって話ではないわけですね結局はクライアントの要求を聞いたかどうかって話でこの人がどうだって話ではないんですよ仕事の場合いいですかうん。で今ね3つの事例の話をしたんですけれどもこれ実は全部便利時試験に当てはまるんですね で今聞いてるとね多分皆さんとしてはそんなに違和感を感じてらっしゃらないうんうんなるほどなるほどそうだよねって思うかもしれないんですけれども実はこれねみんんなな試験ででる罠なんですねで何かっていったら例えば一番最初の話を言いましたよねちょっと話戻しますけれどもうんとこれでいきますかえっとまず最初対応させるのはこの話なんですけれども勉強の場合なんですけれどもね これよくあるのはこう何がこう問題かというとこの人は、ねえー、とまずさっき言ったようにこれはさっき言ったようにでよ、ね、で皆さんも勉強する技術というのがあるわけですから当然来年の担当試験の時間とかがあるわけですね。で別にそれ過ぎてね OK にはなんないですよ試験というのは。もうそこの5月第3週に担当試験来ちゃうわけだからだからそこを超えるような勉強をしてはいけないんですね。ということは何かといったら試験に出るところをある程度割り切る必要はあるんですね。 あれもやりましょう、これもやりましょうっていうやり方では、実は短期合格は目指せないんです。短期で受かるためには、きっちりとした、その出るべきところだけをやる。それを時間内にしっかりやるってことが大事です。で、さらに時間という感覚で言えばね、皆さんは時間がないわけですね。学生の時と違って。学生の時は家に帰って勉強だけすれば、よかったかもしれません。ところが、今はそうではないですよね。うん。あの仕事もあれば、家庭もあります。 ね、他にやるることもあるでしょうなかなか、ね、勉強だけしていればいいという時代ではないとかね時代とかもうあの年齢ではないわけですよね。で考えたらやはりそこの効率化ということをしっかり考えていくそしてかなりこの期限っていうかですかね納期というのは意識しないとズル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 試験勉強が続いてしまうということになります。それからもう一つですけれども2つ目の話をしたと思いますね。はい、これは実は実すすごい多い多んです いろいろ考えたけれども分からなくてあまりできませんでしたというふうに言ってますねここ問題は確かに調べることはいいかもしれないんですけれども実は社会人の勉強としてやるにはこれは効率が悪すぎるんですね例えば A さんは一問の問題を一時間考えて解いた B さんは分かんないから答えを見ながら実は5分で1問解いてる1時間だと12問解けますどっちがこれいいですかって言ったら当然後者ですよで皆さんはよくね、うんまあ、これもうちょっと実際の講座になって私話をするんですけれども問題を解こうとするんですけれども最初は解かなくていいですからほんな答え見ながらやって構わないですよなぜかって言ったらこれは問題を使ってインプットしてる状態要するにいろいろ覚えたり理解してるって状態なんですねうん まあ今日だけでねちょっと伝わらないかもしれませんけれどもかなり勉強の概念あの私の中では覆してほしいんですね今まで通りやってしまうと当然時間かかりますからまあいいんですよそれでこれね子供はダメだよ子供はね答え見ながらやっちゃったら答え移すだけだから考えないからねでも皆さん大人ですからそんなことはないわけよそうでしょ移ああしときゃいいやーってねそんなことはないですよね実は試験受かんないもんだったら考えてる時間確かに考えてる時間が全部無駄だとは言わないですよそれは極論ですから 当然意味はあるんですよただアウトプットの量というのはしっかり意識してほしいわけ今言ったようにどんなに頑張っておいても結局1時間で1問しか解けなければこの人は1問分の知識しか得られないわけだったら5分で1問ずつ解いてって12問解いた人は12個の知識が得られているわけいいですかで。そう考えるとまあ、ね、今言った1時間と1問というのはちょっと極端ですけれどもあまり時間をかけすぎてはダメだというところなんですねでこれも結構落、ね、ちりがちな罠なんですねで最後の罠の話なんですけれども これも一番多いんでかなり多いんですけどこれはねあの弁理試験生が優秀だってところから来るんですけれども皆さんってこう考えたああ考えたって話が出て出てくるわけで例えばちょっとね今日だけだと伝わらないかもしれませんけど論文試験ね皆さんありますよね弁理試験というのは担当試験と論文試験と口述試験がありますねで皆さんは多分勉強してるねまだ始めてないでしょもしくは多分軽く本屋さんに見たかもしれないねじゃながら2年目3年目の方でいるかもしれない 言った時にね受験生って多くは担当試験は何とかなると思うんですねマークシートだから。で論文試験ってねこれ実際 A4 で4ページぐらい書くからこんなの書けるのかと思うわけね。で紅述としかよく分からんとなんかね質疑応答らしいぞみたいな感じなんですけれどもこれねだから担当試験は何とかなって論文がすごい大変だって思うかもしれないで多分例えば事務所に弁理士さんがいる、ね、会社に弁理士さんがいると聞いてみるとちょっと昔に受かった人は論文が受験の山場なんだという話をするわけだね。 うんまあ、時間の天王山だから論文試験をしっかりやんなきゃダメだでこれは昔の話ですね、うん、だって論文試験合格率だけで言えばおおむねですよおね論文試験は25%前後ですね4人に1人です受かってる人はそれに対して担当試験、えー、10%前後なんですね、まあ、場合によっては切りますねあの少なくとも1年目1年目の方の合格率は7%とか8%ですから担当がめちゃめちゃ難しいんですよこれマークシートだからできると思うんじゃないんですね で論文試験の心理もうね今日もう一言で言っちゃいますよこれ簡単です何かみんなが書くことを書くだけです当たり前のことあこんだけあのね基本的な心理がすごい楽なんです論文ってただそれを習得するのはすごい大変ルールってね簡単なほど難しいんですよ自転車だってルール言葉で言ったら簡単ですよ乗り方ねあのペダルをこう踏んでさ右と左で,でこう転ばないようにさこう運転すればいいって。 ただそれをね「いや言われましたなるほど」と「焦、ね、げゃいいのね」みたいな感じですぐできるからさできないじゃないやっぱり全く一緒論文も私は論文試験なんで大したこと言わないですよやるべきこと決まってるんだよでもそれを習得するのはすごい大変すごい大変なんですね。うん、で実際ただまあ,あの私もとやることすごい少なくてちなみに便利試験ってねよくまあでもなんか語学体験記とかねそれを見ると「ゼミ」って言葉が出てくると思うんですよ。ね、こうゼゼミミに私は行っっってててましたゼミって言って何なんだって 便利試験業界特有のやつなんですけど、まあ、大体ねこう、まあ、30人ぐらいの、まあまあ、ちょっとゼミの人数によるんですけども多分最大でも30人ぐらいですかね30人ぐらいで、まあ、半年間ぐらいねこうお互いこうずっとやり取りをするような構造なんです簡単に言うとねだまあ同じメンバーで集まって一緒にワイワイこう、まあ、ワイワイとかことないですけどやっていきましょうってことなんですね。うん、で、まあ、私なんかもまあ毎年やらさせていただいてまして。 大体私のクラスですと、まあ、さっき言ったようにね、まあ、4, 4人に1人っていうのがまあ標準的なんですけど大体まあ6割ぐらいなんですね全体的な合格率でいうと、うん、だ本当はもうちょっとね100%目指していきたいんですけれどもただ、まあ、そうやって見た時にね、えー、と皆さんやってることって本当にわずかなんですね私わずかなことしか言わないんでただだ繰り返しっっててくださいって言ってます、うん、要するにいろいろなことは手を広げるんじゃなくて精度を上げていきましょうということを言ってるのね。 うん、だそういった時に今言った自分がこうだじゃないのよ他の人がこう考えるからこうだもっと言ってしまうとね論文試験っていうのは試験問題の出題者がお客さんクライアントなんですだからクライアントの要求してる文章を書けばいいんですよいいですか自分の考えを書くんじゃない問題の作文者が要きにあのですか欲しい答えを書いてあげればいいだけなんですねうんなので書くことは決まってくる自然と、うん、だからそこで自分がこう考えるなんていうのは一切なんです 一切だね、もう淡々と書けばいいんです淡々と書けばいいまあそこはちょっと講座の中でね話したりしてるんですけれどもだからそういった意味では今言ったような今までの勉強とはちょっと違うやり方っていう方法で進めていっていただきたいんですね、うん、あくまで便利試験っていうのはこのプロジェクトなんだよっていうねそういう意識を持っていただきたいんです。うん、だ便利試験はプロジェクトなんだ要するにまずさっき言ったように2018年という便利試験2018年の便利試験っていう期限があるわけですよ。そこに合格するんだ っていうね、この気持ち。これがまず一つすごい大事ですね。はい。それから次。ここもね、もう割り切るんです。だからさっき言った、ちょっとね、最初に書いてあるように、100点目指すぞとこの辺に書いたと思うんですけど、いらないです、100点。100点いらない。試験は、わかんないことがあっていいの。いいんです、これ全然。なんでか、合格点取れれば合格するんです。これ。まあ、安全なんか取ろうと思っちゃダメですね。うん。それから、あとこれね。 覚えられるもうこれ私は自分がどん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 蒸発しちゃうからあれなんですけれども覚えられるには限界ありますやっぱり特にましてはねあの失礼ですけれども皆さんもうね若くなくなってくるわけですよでまあ若くないからっていうわけじゃなくて多分時間が取れないですねほとんどの方がであとは皆さんよくねこうよし何時間勉強して何を覚えてって言うんですけれども結局ね忘れる由があるの知識って蒸発するから結構これを計算しないの皆さんよし一日何問やるぞって言うけど多分一日10問やっても10問やっても10問覚え続けられないですから 当然蒸発していく量があるあのでだから忘れるようがあるんだっていうことを常に意識するってことは逆に言えば最初から必死に勉強で覚えていく必要はないってことどうせ忘れるんですから、うん、だから忘れていい知識と忘れちゃいけない知識をしっかり分けていくってことが実は重要長い試験勉強だからこれから1年間も少なくともあるからねうん1年間なんか覚え続けられないですよ、ね、え例えば今日皆さんガイダンス見てる1年前何してましたパッと出ないでしょ戻ってってしまう1週間前の晩ご飯何食べました パッと出ないでしょそんなもんですよ記憶って。うん、なんで、ね、そういった意味では常に忘れていいんだよっていうことですね。でやっぱりあとはやっぱり時間がないんだっていうところこれです。もう学生の時とは違います。皆さん仕事もあります。家庭もあります。だから時間がないんだからね。ですで私はもうここですよはっきり言って。だってまあ講座で伝えるべきことってもう決まってるんでね試験出るべきことを伝えればいいだけですから。あとは皆さんが どうやって勉強するかって話したかだから。そういった意味では、やっぱり今までの学生時代とはちょっと違うね、えー、テクニックっていうのを身につけていただきたいというところですね。で、今日最後に、じゃあ、じゃあどんなのがあるのっていうところで簡単に4つだけお伝えしておきましょうね。せっかくガイナンス見ていただいてるので、なんかプラスになってほしいなと。私いつもそうなんですよ。ガイナンスね、せっかく見ていただいてるんですから、何かプラスになってほしいなっていうふうに思うんですけれども、ね。まずポイントの1つ目。はい。だん覚えることを少なくするっていうことですね。 あのね、残念だけれども、暗記ゼロは無理。これごめんなさい。暗記ねゼロは無理だ。でも覚えることをね、百を十に少なくすることはできます。うん。どうするんですかって話なんですけれども、要するに一個まあこれ二、ね、つのパターンがあって、一つは一個の知識から、これも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 ,これもって知識をねイムズ式に覚えていくんです。一つ分かっていれば、あこれもできるこれもできるこれもできるというやり方ですよね。うん。 まあいわゆるトッピングみたいなイメージョラーメン屋さんの一個のラーメンがあってそれにいろんなこうねあのトッピングできるじゃないそいろんな種類のラーメンができるでしょところが皆さんはそういうやり方はしないトッピングを全部バラバラのラーメンだと思って覚えようとするんですねこれはチャーシュー入ラーメンこれはチャーシューネギラーメンこれはネギラーメンこれはチャーシューワンタンラーメンこれはチャーシューワンタンネギラーメンとかって全部覚えてことするそうじゃないラーメンがあったらチャーシューワンタンネギがトッピングそし四つしか覚えなくていい そういういことですねそれからもう一個は流れですね。うん実は特許法とかこれから皆さんがやっていく勉強っていうのは全部に流れがあります。で私はここからいきます。一個一個の知識をこうズバズバ切らなくていい。もうブワーっと流れ流れをしっかり理解していただきたいっていうことなんだね。はい。それからポイントの2つ目。はい、もうね家に帰って机に座って勉強するナンセンス。ってかね無理なんですこれは。だってもう疲れちゃうじゃない。ね。 ただいまああ疲れたえっと勉強するかえっともうもう寝ちゃうわけよこれそうでしょうだったらね私が言ってるのはまあどこでできるかわかりませんけれども例えば極端し通勤で電車の中で30分ひごめんなさい会社昼休み弁当食べたいましょうで30分時間取ってくださいで帰りの電車で30分はいこれで1.5時間たったでしょたったその時に行って帰ってくるだけで1.5時間なんです。 で家に帰って勉強可能であれば1.5時間1時間してみてってなったら3時間実は平日で確保できますし1週間で5日間ありますから15時間と土日のねどっちか5時間やればいいんですで1週間20時間取れます私がよく受講生に言うのは1週間20時間です勉強時間の確保これが目標できないですこれね気をつけなきゃいけないのは今はできると思うのよ最初はやる気に満ち溢れてるし満ち溢れてるでしょ 勉強でよーしやるぞお便利週かりそう頑張るぞーって思ってるわけよ。で思ってるから20時間も何を取るんだと土日10時間10時間ってそこだけで20時間ってね思うでしょ。できないですよ。やりだすと1か月2か月3か月あ今週10時間もできない5時間もできないやってなるんですね。うん、実は勉強とそこの強弱がすごい大事なんですけれどもまあその話はね実際講座始まったりしますけれどもとにかく相手の時間をうまく使うってことなんです。だからもう机に向かってやるんじゃない 電車に向かって移動スペースこういうところをいかに使えるかねあの私よく言うのは本当に何かのよくね我々これ法文集という皆さんに買ってくださいって言うんですけれどもこういう条文集をどこで見るか電車の中で見る甘いです、まあ、見るんだけどね、まあ、家では見るのはいいんですけど電車の中で見るの甘いいいつ見るか、ね、今でしょじゃないですよ <laughs> いつ見るかさ例えばエレベーターポチッと押しますよね大きいビルだとエレベーター来ませんを見るんですよそんな待ち時間 電車の待ち時間ね。もっと行ってしまうとトイレに紙貼ってもいいんです。そういう細かい時間をいっぱい集めることが大事です。いいですか？それがもう今までの勉強とはあのかなり違う。皆さんね。あの学生時代と比べればお金はあると思います。だ時間はみんなないんです。だから時間は作るものです。しっかり作る。それから3つ目ボン早めに適用していることで、やるべきことを明確にインプットは当然していかなければいけません。知識入れなきゃいけません。しかし。 どんな問題が出るかが分からなければゴールが分からないので全部やらなきゃいけないんですだから早めに適用するどんな問題が出るかっていうのを知ることによってそこは詰めにやる出てないところはあっさり切り捨てますで私も切り捨てます後で説明するよただ言うからこれや出てませんようん。私はね自分の中で講座っていうのは出るところを伝えるんではなくって出ないところを伝えるべきだと思ってるんですね 出るところなんていうのはさ 10, 10年に1回出るかもしれませんからそんなこと言ったら全部出るんですよだから当然まあ出やすいところは出やすいと教えますけれどももっと大事なは実は出ないことなんだねこれを今やらなくていいよこの時期やらなくていいですよね、その判断って皆さんはできないんですよみんな書いてあれば重要なことに思えちゃうだから重要でないことをしっかり伝えてるんですけどもだからやっぱりここなんですね早めに適応するっていうことですねで、それから最後になりますけど最初に言ったようにはいドン 忘れることを前提に勉強をしてほしいってことです。忘れます。本当に。うん、で、皆さんよくね、忘れてショック受けるでしょショック受けないですよ。だって、あ、そう、当たり前ですもん。だ、これがやっぱりね、ベンチ受験生優秀だから <laughs>。ね、よく私ね、茶化すんですよ。あの、受講生質問くると、なんで茶化すかというとね。先生、ね、この問題、この間もやったんだけど、また間違え、ま、また間違え、また間違えま,ましたと。これまた同じ問題間違えちゃったよ。俺ってできないですよねって来るわけよ。で、逆に私意地悪に言うんですね。な二回目でも君はできると思ったの。 あそうなんだと一、ね、回やればもうできると思ってんださ。いやそういうわけじゃないんですよ」ってなるんですけど本当にそうなのよ、ねうん。同じ間違えてねして当たり前だからこれは、うん。だから私講座も何回も同じこと言っちゃう。うん、でちょっと言い過ぎかないと思うんですけどまあ去年の受講生さんとか見せてもいやあの何回も言ってもらった方がよかったと。やっぱよく出るところはよく言われた方が忘れないと。まあそうだと思うんですよね。うん、だからやっぱり何回も何回も繰り返し言ってきますよ。んじゃないよ忘れますもん。私自身忘れるからね。 うん、なのでやっぱりそういうふうな形で忘れることは当たり前だということで繰り返しやらなきゃいけない繰り返しななきゃいけないけそこですよね、うん、だから軽い口を繰り返し測ったりして中継と記憶の定着をしっかり測っていくと,いところを意識していただければよろしいんじゃないかなと思いますね。はい、まあちょっと短い時間になりましたけれども、まあ、このガイダンスで、ねまあ、言いたかったことは何かというと従前の今までやってきた勉強という概念ではなく。 これはしっかり弁理士試験っていうねある一つのプロジェクトとして捉えて仕事だと思って割り切ってやってほしいで実際皆さん時間がないわけですで正直私も時間ないですね普段ん例えば昼間仕事やってますからねだからそうするといかにやっぱり効率よくするかっていうことは常に課題ではあるんですね、うん、でまあ実際自分が昼間仕事やってるとのそこもあるんですよね,ね自分時間あってね皆さんにね「やれやれっ」っ1日ね5時間やんなきゃダメだよとてっって,ってできないですもん帰ったらね ちちょょっと飲みたくくもなるでしょう <laughs> 気持ちよよわかりますよだからそういった意味ではじゃあで要するにどんだけ時間をうまく使ってうまく活用してそしてやっぱり短期で受かっていくかってことが大事になりますので、まあ、そういった点をねしっかり意識して、ね、勉強とは言いつつ勉強であるんですね当然勉強であるんですけれども仕事みたいな考え方でねえきっちり抑えて、ね、短期で合格を目指していただければと思います。 はい、というところで、まあ、今の考え方を踏まえましてじゃあどうやってねそういう講座で使っていくのか勉強として活かしていくのかっていうところをえ次のガイダンスでですねちょっとお話をさせていただきたいと思います。はいえというところでじゃあ今回のガイダンスはこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした